ビデオカメラのデータ復旧を行いました。大阪府のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは JVC エブリオ GZV590 SD カードをセットしたところ、本機でフォーマットしてくださいと表示されたので、フォーマットを実行した。するとビデオカメラ本体がフォーマットされたようで、すべてのデータが消えてしまったという状況です。データ復旧処理を行い、7時間31分の動画データの復元に成功しました。またテレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。